そのカバ部長のおかげで達也の収入は平社員より多いことがあるくらいだったし英語学校でも午後のクラスへ通えるようにしてもらえた弟の一人も就職したが一人は新生中学の3年妹は中学の1年である弟たちには大学までやらせるつもりだったので達也は懸命に頑張ったが 少しゆとりができた頃になると兄がやってきてわずかな貯金まで召し上げられてしまうこの町へ移ってきてから3度「今日はよたびめ」というわけであった「僕は母に内緒で他に貯金をしているんです」「達也は恥ずかしそうに言ったそれはどこかに家があったらここを出て行きたいと思っているからなんですが」 学校へ行ってる弟や妹のことを考えると、もう少しマシな環境で暮らしたいんです。できればそうする方がいいだろうね。丹波老人はつぶやくように言った。兄が来たのですぐに達也は家を出た。母が持っている金くらいなら背びり取られてもしようがない。 そういう兄弟のいることは世間に例がないわけではなし母は所詮兄には勝てないのだからけれども貯金の方は絶対に困るこれだけは自分たち一家の将来に関する金なんだ」と達也は言った「僕が家を出てきたのは僕は心に隠していることがあるとすぐ顔に出てしまうからなんです」 兄貴なら人にらみで見抜いてしまうでしょうそれは自分でよく分かってるんです。